西氷ドルーシャコフ大聖堂、サランスク駅サランスクは、ロシア西部の都市で、モルドビア共和国の首都である。ボルガボンチのサランカ川とインサル川の合流地点に、あり、モスクワから、東南東へ、約 630km の北五54度11、東経45度11に位置している。人口は、2010年国勢調査で29万7415人で、ある。 サランスクは、ロシア南東国境の要塞として1641年に入植が始まり、この当時に由来する多数の歴史的建造物がある。ソビエトのプランナーは、1960年代から1970年代にかけて広い通りを加え巨大な住宅地域の建設を計画しつつ旧市街地を再建した。気候は、大陸性気候であり、冬は寒冷、夏は暑くなる。 年間平均気温は摂氏3.9度、1月平均気温は低、摂氏11.7度、7月平均気温は摂氏19.3度。過去最高気温は摂氏37度だが2010年7月のロシアを襲った熱波では摂氏39度を観測している。過去最低気温は低摂氏49度。年間降水量は約500ミリメートルである。 サランスクでの産業活動には、電線、化学製品、装飾織物、食品の製造、機械組み立てそして、金属加工が含まれる。この都市には、二つの火力発電所もある。サランスクには、1893年以来の鉄道駅があり、現在は、ルザエブカ、火山間のクイビシェフ鉄道を路線に位置している。また、この都市は、 M5 幹線道路沿いに位置している。サランスク空港が整備されており、マタリアンビルクー軍基地に近接している。サランスクには、1961年に建設された、芸術劇場、人形劇場、喜劇場などいくつかの劇場がある。この都市には、地方歴史博物館と、絵画博物館もある。 1957年創立のモルドビア国立大学がいくつかの技術学校と共にサランスクに所在しているサッカークラブ FC モルドビアサランスクの本拠地である2012から13シーズンにロシアプレミアリーグ初昇格を果たしたまた 2018FIFA ワールドカップの開催地の一つで収容人数約4万5000人のモルドビアアリーナがある グループ H のコロンビア対日本戦など4試合が行われ、大会後は FC モルドビアサランスクの本拠地となる予定。ありがとうございます。